回はワコルがビビの下僕になった結果げっそりして思わず同情してしまう読者の反応集をまとめました。それではどうぞ。安定のビビ可愛いよな。レベッカの汗姿も良かったけどやっぱりビビだよな。ワコルどうした、げっそりしてないか。ビビは麦わら一味のはちゃめちゃな冒険があったから同じ感覚で冒険してるんじゃないか。さすがにこれはワコルに同情するよな。ワコルって28歳じゃなかったか、これは50歳くらいに見えてくる。ワコルって28歳だったか、見た目よりめちゃくちゃ若いよな。ちなみに18歳はヤマトと同じ模様。さすがに隠れていないといけない状況でバレることをされると身が持たないよな。ワコル社畜になった気分だよな。体重もかなり落ちてそう。この子かわいい、ビビにハート出してるんだよね。この子だね、名前までは思い出せん。確か SBS で名前が出てたはずよな。イアン A のうちのでさんっていう独特な名前だった気がする。めっちゃ老けてないこんな犬いるよな。国王が国離れて逃亡生活してんだぞ。とんでもない奴がいるって分かっている。聖地に残してきた奥さんのことも気がかりだろうしな。よほど脱出自身に思いしたんやろな。108巻によればキンデレラ側からはお金目当てで結婚したみたいだから縁を切って正解だったのかも。2年前なら残党と言えたが、今のワコルは曲がりなりにも自分の労働で自分と国民を豊かに幸せにしている王なので。スタートラインだな。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。